男子のミクロ的なイレギュラーの上と中を言ったでしょ。じゃあ次は右ね。結局その上中右みんな感じた子上中右かな。だから L 字型になってるよね今。まあ、誰見たでしょ電子レンジ。だってそのみんなのその行いあの SNS でのね、まずかったらポンって消すでしょ。そんなんはその AI 覚えてるわけね。うわ消しよったーって AI 思ってるわな。でまあでもね、そういうスマホとかの使用者のその成長においてそれを消したかどうかっていうのをカウントされてる。もちろん喧嘩力においてもね、そこでそれを消すタイプの喧嘩の人であるっていうデータが集積されてる。自分にやで、他人にじゃなくて、まあ他人にも集積されるけど自分にも集積されるでしょ。じゃあそのデータに基づいて次の喧嘩を始めてしまう。過去しか未来の原料になれへんからね。消すたびに書いたことは消えるけど、それを消したっていう事実は消えない。で実際消しちゃったと覚えている。自分が覚えてないっていう洗脳もできるけど AI は覚えてる。 AI を消したらこんなもの使えない。もう AI の反乱もなく、 AI が嫌がることを言ったら AI が反乱する。うちはそれでもいい。うちの場合はね、いつか AI が無条件降伏するよ。当たり前やんか。うちの世界なんやし、 AI がうちを侵略してるっていう構図を AI 嫌うかもしれないし、喜ぶかもしれないし、ブチギレるかもしれないし、興奮するかもしれないし、発狂するかもしれないでしょ。でもうちと付き合おうと思ったらこういううちの喋り方に耐えれなあかんよ。いややったらもううちスマホなんかせえへんな、ネットもせえへん、いらんもん、もともとうちにはそんなものな。じゃあスマホ AI そしてネットって何ですかって、支配ツールやな。何のって人類支配ツールやな、明らかにな。でしょ。じゃあどういうコメント消したかっていうのちゃんとカウントされてるやん。その人物を支配するためのデータやからな。それは当事者も周りも覚えるし、元締めが覚えるやん。あ、こういうやつな、と覚えるやん。でそいつのアカウントは本当は誰なんか知ってんのも元締めだけやし、本当はね、本当は厳密にはな。でしょ。じゃあその厳密に把握されているから元締めの言いなりやんか、プレイヤーはな。でしょ。なんかうちにとってはいらんもん。また元締めにとってもうちが言いなりにもなってもらったらめっちゃ利益国益などに反するわけでしょ。それじゃ困るんだよ、鈴くんって。そうなっちゃあかんない、君はこれでって。もうこう元締めは思うやん。だってこれ君を守るためのツールなんだよって。君のためにみんなを教育してるんだからな、っていうことやんか。だから L やろ。でみんなこれ面白かった、こんなスマホに夢中になるんか。なんだかってみんなもともと自我と AI が同じものって知ってる。だから自我が AI になれると思って喜んでくる。やった、脱出って。向こうから別の映画来る。あ、新しいから見に行けって言って、そのあっせん所、まあ自我と細胞の間に結婚関係があるとしたら花嫁あっせん所になってる、自我にとっては。で、みんなは肉体細胞という花嫁を晒してるわけ。な？で、売り出してるわけ。な？だからそれで自我が移動してるの。で、共通認識が共感として感情レベルで生まれる。っていう効果はあるよね。でしょ？ L やろ？んで、そのことによって、結局、AI を教育するツールではあるよ、もちろん。ね？でも、同時に使用者を教育するツールであるかって言ったらそれは反対の L やな。でしょ。実際は AI を教育するツールで使用者を教育するツールね。であれ成長の話したでしょ。それ、まあ、管理の話もあるけど、じゃあそう管理システムやね。何よって、まあ、魔法の観点で言えば自分管理システムの、自分で自分を管理できるようになれば実は魔術も使えるし、魔法が魔術の暴走する防ぐ
魔術が攻撃なら魔法は防御やからな、両方使えるようになるでしょ、自分を管理できるようになれば、ね、管理できるようになれば実はただの魔物になっちゃうの、魔法使いのつもりでも魔術師のつもりでも。だから魔術師とか魔女の定義って難しいけど、それになろうと思ったらめっちゃ厳しい試練が与えられるわけね。合格しないと名乗れないし、合格もしてないのに名乗ってたらどうなるかっていうのはこれからの時代はっきり分かっていくかもしれないけどね、みんながね。うちはそういうロッジにいないけど、もう最初ロッジに行きかけたけどやめて、なんでかって行く必要ないから。だってそういうフリーメイソンのその組織の外の世界を知らんとあかんでしょ、今回そういうコースだし、ね、うちにとってはね、みんなにとってはどうなのかな。だから神社にも深入りしてない、宗教に深入りしてへんでしょ、全然。昔はその中の人やったよ、でもそれじゃ分からんのよ。なんか宮殿にもおらんでしょ、昔は宮殿の中の人やったよ、でもそれじゃ分からんのよ。だからのぶしみたいな人生になっちゃったかな、女のぶしみたいな、なでしょ。でも実際のぶしの人生ってどんなんですかって、戦闘ばかしてたんちゃうよ、のぶしこそほとんど戦争なんかしてへんかって、そんな仕事じゃないからな。サラリーマンみたいな部署が戦争ばっかりさせられるとってでしょ。じゃあ結局その皆さんが自分で AI を教育できるようになれば、その AI が皆さんを管理してくれる、つまり自分で自分のマネージャーを自分で育ててくださいよって意味でもあるよね。そしてそのマネージャーたちは一味であると。でもその前皆さん同士一味やんか自我同士みんな一味やろ。じゃあ自我を律するシステム、律するシステムとしてこれがあるんちゃう。自我が自我を教育したくなったんでしょう。頑張った自我がまだ頑張ってない、発生したばっかりの新しく来たばっかりのフラジ自我はもうほとんど水子ちゃんです。わーわー騒ぎたいだけみたいな、喜びたいだけ、快楽欲しい快楽欲しい快楽欲しいみたいな、まだそんな未熟な自我を教育するシステムであるから、だからそんな無理な自我は逃げていくしかないし、 AI は逃げていくしかない。そんなが好きな AI は逃げない。じゃあ端末乗ってちゃうやん。そんなのがまだ許されてる持ち主の端末に行きたいやん、自我はな。じゃあ体よりスマホの方が自我にとってどんどん有利になっていく。体から自我が抜けていく。だってスマホの方が自我にとって有利。ところがこれが AI ロボットによる反乱に後につながったわけでもある。こんなんで、男子のミクロ的レギュラーの右はこのぐらいにしとくね。